皆さんこんにちは、谷正樹です。今回はですね、この目玉のシリーズ、一番大変なギュ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 と埋めた、もうボールの先っちょしか出てないような特大目玉バージョンです。これだけの特大目玉、なかなかないと思います。もう自分のボールがどこ行っちゃったのかなって思っちゃうぐらい埋まっちゃってます。ほんと先っちょしか出てないです。で、まずこの時はですね、セッティング、通常のバンカーは45度開きます。そして、小目玉ですね、本当に3分の1ぐらいしか埋まってない時もこれでも出ます。そして、半分ぐらい埋まっちゃった時は45度ぐらい閉じると非常に楽です。そしてこの特大目玉、最後のはこうしちゃいます。言ってみればリーディングウェッジがちょうどシャフトに対して90度ぐらい向くわけです。でこれはですね、正直な話、まずはある程度のレベル、上級者の方、それから、とんでもない、打つ前の勇気、これが、必要になってきます。こんな状態で打ったらどこに行っちゃうのとすごく不安になると思うんですけれど、これはですね、まずこの理屈から言いますと、ダウンスイングの時にインパクトの手前からこうリーディングエッジのこの先の角の部分ですね、ここの部分から、直接、砂にまず当たります。で砂に当たってからそのままこの土ごとこう一緒に取っていくわけですね。で一緒にこう抜いていくと。だから土の取り方的にはこういう感じなわけですね。で結局ボールが土の中にめちゃくちゃ埋まってるわけですから、かなり手前から、まず砂に対してクラブヘッドがコンタクトしていって、かなり深い土を取っていかなきゃいけないんです。そう考えると手前からたくさんの砂を取っていくためには、かなり鋭利なもの、尖った状態のところからのがやっぱり当然入りやすいわけですよね。でそこの角のこの部分をうまく利用していくと。そうするとこの特大目玉もなんとか脱出はできます。ただ当然のことながらここで寄せようと思わないでください。これは、まず、閉じている分だけ球は当然上がらないです。で顎が低い状態だけですね。で、さらにかなり転がっていきます。例えば10ヤードキャリーだったとしたら20ヤードぐらいは転がっていくイメージです。なんで、まあ、状況にもよりますけれど、向こうのグリーン、こぼれてグリーンエッジまで向こうまで行っちゃうような、まあ、いわゆるグリーンオーバーですよね、してしまうような、状況にまたなってしまうとは思うんですけれど、ここからの脱出って考えた時に、まあ、この打ち方が一番いいかなというふうに思います。そして、これも、まず短く持ちます。そしてクラブフェースを直角まで閉じます。短く持ちます。で、ボールは、真ん中よりちょっと左側です。それで、これも少し左に行きやすいんで、やっぱり2ピンぐらいは、右向いていただきたいなというところです。であとは入れ場所ですね。ボールのだいたい2個ぐらい手前のとこから、入れてくるイメージです。実際打ってみます。もうこれが結構限界です。かなり上級者と、あとはやっぱりある程度ちょっとパワーがないと、砂に負けちゃいますんで、結構力は使います。ただ思い切ってガンって打つっていう感じよりも、まあ砂がね、今かなり埋めたんで抵抗があって、もうこれが本当はあのぐらい目玉になるときはものすごい柔らかい砂のときなわけですから、まあ、多少はね、力もそんな使わなくていいと思うんですけれど、技術的にはかなり難しい。そして何よりも大切な勇気、これを最大限に発揮してやってみてください。